南越国は、紀元前203年から紀元前111年にかけて5代93年に、わたって中国南部からベトナム北部にかけての地方に自立した、旗の元官僚を国王とする王国である。南、越、町長とも記す。首都はバングに置かれ、最盛期には、現在の関東西省及び厚生地湾族自治区の大部分と福建省、湖南省、 紀州省、雲南省の一部、ベトナム北部を領有していた。南越国は、新朝滅亡後、紀元前203年に、南海軍の軍事長官である、南海軍上の長卓が、勢力下の南海軍に、近隣の経輪軍と、増軍を合わせることによって建国された。紀元前196年と、紀元前179年に、南越国は二度間に長考し、 菅の外臣となるが、紀元前112年、五代君主である、張建徳と菅の間で戦闘が勃発し、武帝により、紀元前111年に滅ぼされた。南越国は、峰南で誕生した初めての封建国家であり、旗の中原地方出身の統治者により、 先進的な政治制度と生産技術をもたらされ、新末の乱世の中で、峰南地方に秩序と安定をもたらしたといえる。南越国の歴代君主が推し進めた和州百越政策は、漢族と南越国内部の各民族間の融和をも促進し、同時に漢文化と漢字が峰南地方へと移入され、峰南文化に大きな影響を与えることになる。 峰南地方は古来移民族の百越の活動地域であったが、紀元前221年、畑始皇帝が生を滅ぼして中国を統一した後、峰南地方の攻略に着手した。紀元前219年、始皇帝は当首相に新帝出身の漢人である長太を副将に任命し50万の大軍を率いて、峰南地方を攻めた。 首相の都は、住民を虐殺したことから、頑強な抵抗を受け現地で殺害され、新たに任号を首相に任命するなど、4年間に及ぶ作戦の結果、紀元前214年に、ミネ・ミナミ地方を平定するに至った。平定後は、ミネ・ミナミ地方に、南海軍、京輪軍、増軍の3軍が設置された。任号は、南海軍上に任じられ、南海軍の下に、 広白、シ川、タツ慶ワ、の四県が設置された。副将であった、長託は、立川県令に任じられている。紀元前210年、始皇帝が病没し、二世皇帝が帝位を継承したが、紀元前209年その暴政に対し、陳将、五皇の乱が発生し、新国内は、混乱、やがて、劉邦と項羽による疎官の構想となり、中国全土は、 混乱状態に陥った。このような状況下にあった、紀元前208年、南海軍場の人号が重病となると、立川県令の長宅が、軍場の職務を代行することとなった。ほどなくして、人号が病没すると、南海軍場に就任した、長宅は、南海軍内の軍隊に対し中原の、反乱軍隊が侵入するのを阻止する命令を発し、同時に、 旗が南海軍に派遣していた官僚を粛清して、新たに自らの副讐を官僚に投与した。紀元前206年に旗が滅亡した後、紀元前203年には、京林軍と造軍を併合し、南越国を建国し、南越武王を自称した。張卓造が現一鉄道駅の前に、紀元前202年、劉邦が官を建国し、中原をはじめ、 高雨の残軍勢力を閉定した。この時中原は、長年の平乱により、民衆の生活が困窮しており、経済的立て直しが優先されたため、南越国に対し軍事的な行動が取られなかった。紀元前196年、劉邦は、大部陸下を南越に派遣し、長多の基準を迫った。陸家の説得の結果、長多は、劉邦の南越応印授を受け、 艦に振幅し、南越国は艦の作法体制に組み込まれることとなった。これ以降南越国と艦長は相互に死者を派遣し、交易を行うようになる。劉邦は平和的に長太を基準させることに成功し、南越国が艦の敵対勢力となることを未然に防止した。紀元前195年、劉邦が報じると劉邦の性質である旅行が、 調整を取るようになり陸家が引退したため、長太との関係が悪化した。両合は、南越国境地帯に対し、鉄をはじめとする物資の南越への輸出を禁止した。その動きに対し、長太区は両合が、管内部の軍国で、南越と国境を接する調査国と同盟を結び、南越国を併合しようとしていると判断し、 艦長の作法体制からの離脱を表明して自ら南越部隊と皇帝を称し、また、調査国の国境の数県を攻撃している。両号は、流両校、周別追を総対象として南越に遠征させたが、高温多湿の気候に阻まれ失敗した。この時期、宅頼むは健常品を利用した外交を展開して、近隣の古 大越と落越を帰属させることに成功し、南越国の最大半島を確立した。また、皇帝の名称で命令を発し、関との対立姿勢を明確化させた。紀元前179年、旅行が法事文帝流行が即位すると、関は南越への軍事行動を停止して、上昇、陳平の権限に従って、怪獣策に転じた。文帝は、 長太の祖先の墓地を整備し、墓盛りを置いて、毎年の祭祀を行わせたり、長太の兄弟に対しても、官職と財物を可視するなどして、再度、長太基準工作を行わせ、高祖流法の時代に南越との交渉に当たった、陸家を復職させ再度南越へ派遣して、長太を説得させた結果、長太はついに定合を廃止男への基準を表明し、再び、 南越王を自称するようになった。この時から、京帝の時代に至るまで、長宅は、対外的には官阿尊下を称し、毎年春秋には使者を長安に派遣し皇帝の朝剣を受けるようになった。しかし、南越国内では、帝号が依然として使用されていた。紀元前137年、長宅が死去したが、1余4歳という高齢であったため、 実施は皆長多に先立って死亡しており、大井は孫の長によって継承された。長が即位した2年後の紀元前135年、古史は大井継承により不安定な南越の辺境上鎮を攻撃した。長は即位したばかりで国内の民心が定まらない状況の元武帝へ上昇提出、古史による南越攻撃を説明し、 韓による事件の処理を求めた。武帝は、朝の行動を策法体制の代弁であるとがし、王会反安国領将軍を司令官とする、腰討伐軍を派遣した。韓軍が南令に至る前に、越王の弟予前が反乱を起こし越王を殺害し官庁に基準したため、討伐計画は中止された。武帝は、予前を新たな越王に封じ、 中大部玄介を南越国に派遣し、古史の国内情勢を朝に国有した。朝は、この国有を知ると武帝に対する謝意を表明し、大使、朝英才を入庁させることを決定し、自らも時期を見て、官に入庁することを約束した。しかし玄介が記帳すると、南越国の大臣らが、朝太の威訓をもとに、朝に対し自らが官に入庁すれば、 武帝により拘留される恐れがあり、亡国につながるといめた。結局、蝶は、南越を統治した12年間、病気を理由に入庁することはなかった。紀元前122年、病に倒れた蝶は、武帝に対し、官で宿営を担当していた息子の蝶英祭の帰国を要請した。同年、蝶が死去すると、蝶英祭は王位を継承した。 長栄祭は入朝以前に南越で南越人の妻をめとり長子、長越を設けていた。その一方長安でも簡単旧家の女子をめとり、息子の長教を設けていた。長栄祭が南越の王位を継承した後、武帝に対し旧氏の立候と長教の立大使を上奏した。武帝はこの上奏を受け入れたが、この立大使劇は、 将来の南越国での騒乱の過婚となった。長英彩は暴君であり、人を殺したと伝えられる。武帝は南越国にしばしば死者を派遣し、長英彩に対し、長安への入庁を求めたが、武帝により、長安に留め置かれることを恐れ、病気を理由に、これを拒み、代わりに罰死の長事故を入庁させ宿営に当たらせた。紀元前115年。 朝英祭が病死した大使である、長京が多いを継承した。その母親は、旧氏の上王大,大号であった。紀元前113年、武帝は暗黒正規を南越への使者として派遣し、長京と旧大号に対し、内地の諸侯同様に、武帝の朝権を受けるように国有した。この時、長京は幼少であり、また旧大号は、中原の人であるため、 南越国の実権は上昇である、両吉美の手に握られていた。式の記載によれば、旧大号は、超英才に嫁ぐ前、暗黒正気と渡し通しており、暗黒正気が南越に死者として到着すると、再び死中を行い、これにより旧大号は、南越で信頼を失ったとある。旧大号は、民心の帰りが、戦乱の原因になると考え、官庁の異性を借り、 長京と軍心へ、艦長への帰属を説得し、使者を通じて、武帝に上昇提出、内地の諸侯の例に従い、3年に一度長安に入朝し武帝の長見を受け、また、関東の国境の要塞を撤去することを申し出た。武帝は、南越の請求を受け入れ、南越国上昇、内文み、中尉大夫などの官を作成、その他官職を、 南越国に設けることにした。これは、官庁が、直接南越国の高級管理を任命することを、意味した。また武帝は、南越国で実施されていた、KK や K などを晩衆であると廃止し、官庁の法律を適用し、また南越に派遣した死者を陳部南越とし、南越国内の安定化を図った。武帝の融資を受けた。 超高和球大号は直ちに入庁のための準備に着手した。南越国の上昇である、両吉見はこの時かなりの高齢であったが、超、超英才の代から、蝶京に至るまで三代にわたって、南越王を保筆し、また相続も74人が、官職につき、さらに、南越王室との婚姻関係により、国内で確固たる地位を確立し、 また周囲からも信頼されており、南越国の実質的な権力者であった。両義美は、官庁に基準することを一貫して反対していた。長教は、この独立志向と時代志向の対立を処理することができず、また両義美が反乱を起こす、可能性を考え、病気を理由に、官庁の死者との面会を拒否し問題を先送りにしていた。しかし、 東京と旧大後は、両義実が先に反乱を起こすことを恐れ、主演の席に、館長使者と両義実を招き、館の使者により、両義実と周囲の人物を殺害することを企ってた。宴席で、大号は、両義実が、館長に帰属しないことを非難し、その言葉に同調した、館の使者により殺害されることを期待したが、両義実の弟生が兵を率いて、 宮外に待機し、また暗黒小北の死者も態度を決めることができずにいた。両義美は状況の異常を悟り、宮殿を脱出し、これに激怒した、宮退後は矛を取って追撃しようとしたが、調教によって阻止された。自宅に戻った、両義美は弟の兵士の一部を自宅の守備に用い、病気を理由に、再度調教と死者に面会することはなかった。 そして大臣たちと、密測りごとを重ね反乱の準備に着手したのであった。武帝は、南越政権に危機が発生したことを知ると、暗黒正規ら死者の無能ぶりを叱責し、同時に、長京と旧大号はすでに、官庁を基準したことを確認。両吉見の反乱を鎮圧するために、紀元前112年、半千秋と旧大号の弟である旧楽に、兵2000人を与え、 南越に向かわせた。千秋と旧学が南越に侵入すると、両吉見はついに反乱を起こした。両吉見はまず、長兄が幼少であることをいいことに、中原出身の旧大号が、官庁の使者と関係を図り、官庁に帰属することを第一と考え、南越国の社職を顧り見ずに、 勘御門の恩長のみを望んでいると避難し、弟と共に王宮を攻撃し、王の長教、旧大豪と艦長の死者を、ことごとく殺害した。上将両義美は、長教を殺害した後、長平才と南越人の妻の間に生まれた、長子、長越の死士,士である、術陽皇、長賢徳を、新しい南越王に立て、並びに死者を派遣して、 総合軍の新王長行及び、南越国の各官員に通達した。この時藩千秋の軍隊は南越国内に侵入し、辺境の上鎮数箇所を攻略していた。南越人は不抵抗を装い、また飲食を提供し、藩千秋の軍隊の前進を援助した。しかしバングから40里の地点に至ると南越は、 突然、半地秋を攻撃し全滅させることに成功した。紀元前112年の秋、武帝は、在任と後愛以南の水兵合わせて10万人に、新軍を命じ、兵分を5つに分けて、南越攻略を目指した。第一祖辞に任命された寺弘則は、副派将軍として、調査国慶陽に進撃させ、第二祖辞に任命された、主尺といよう僕は、 呂呂戦将軍として、余将軍に進撃、第三祖事と第四祖事に任命されたのは、官庁に基準した南越人であり、河川将軍と、下励無将軍として、霊陵に進撃し、李水と、相互軍へ駐屯した。第五祖事は、野郎国の軍隊を動かし、功を下った。激しい戦闘は一年間続き、紀元前111年冬。 老仙将軍の楊木立が先鋭を率いて、広京を攻略、その後バング城北の石門を占領し、南越の戦艦と領職を奪い南に向かって、進撃を続けた。これに、副派将軍であるじ、広ノーの軍隊が合流、共に南越の首都であるバングを目指して進撃した。バング到着後、楊牧軍は直ちに攻撃の準備に着手し、長剣徳と、 両吉見は牢城して、これに対抗した。牢戦将軍は、攻撃に有利な地形を選択し、軍勢をバングの盗難に排した。夜になると、洋木軍は、バング上攻撃を命じ、木内は火に包まれるようになってきた。副派将軍の道広則は、木内の守備軍に対し投降を勧告し、多くの守備軍がこれに応じた。明け方近くになると、 上中の南越守備軍の大部分は道広則に投降した。両義美と長健徳は、形勢が不利と見るや野因に紛れて、数百名の部下を引き連れて脱出、船に乗り宴会を西方に逃亡した。道広則は投降した、南越人に尋問し、両義美と長健徳が、西方に逃亡したと知るや、追悼軍を派遣し、 結局、王の長賢徳は未知、広則の後一芝である、祖広氏によって、両吉美は、南越郎官の孫とによって捕らえられた。両吉美と、長賢徳が、官軍に捕らえられた後、南越国の、各軍権の長官のうち、相互軍の新王、長公、慶林軍の軍艦の良きな、慶応憲礼などは戦わずして、官庁に投降した。河川将軍と、 下も励む将軍の軍を呼び、野郎軍が南越に到着する以前に南越は平定され、武帝は南越国の丘陵に旧軍を設置、艦長による直接支配が開始された。長太による建国から5代93年に及ぶ、南越国は滅亡、ベトナム北部を含めて艦の支配下に入ることとなった。南越国の最大領土。 南越国の北端は南嶺地区に及び、現在の厚生地湾族自治区北部の参考、竜馬猿、高安、京城、河州及び、関東省北部の連山、日山、楽省、南尾、連平、和平、省令を含む、大部分は当時調査国との国境を形成していた。東端は、現在の福建省西部の英帝、平和、裏一帯であり、 古志国との国境を形成していた。南端は、現在のベトナム中部の長山山脈伊東及び、大峰北であった。西端は、現在の高生地湾族自治区の百色特保、ともえば、あずま河池、玉城合一帯であり、野郎国、ブレン国、区長国などと国境を形成していた。南越国の領土は、今日の関東省。 厚生地湾属自治区の大部分と福建省、湖南省、貴州省、雲南省の一部と、ベトナム北部を含む広大な地域に及んでいた。南越国は、新大の南海、経林、増山軍を基礎に建国され、建国後、町宅は、旗の軍建政を踏襲した。軍を設置する際、町宅は、南海軍と経林軍には、変更を加えず、増軍を、 甲子軍と旧馬軍に分割した。南海軍は大まかに現在の関東省の大部分を含む領域であり、寝台に設置されたバング、達川風ワ、フーラ、京4県の他に新たに美、含むの2県を設置した。その中で、現在の甲州市、古市周区に位置したバング県が南海軍の中心地とされ、また南越国の都城も設けられた。 1983年、この場所から南越文王朝の両母が、1995年と2000年には、南越国九所五家園と宮殿の遺構が、発掘されており、王子の都の城の規模を現在に伝えている。京林群包括は、現在の高生治湾族自治区の大部分を含む、地域であり、その下に布山、四回の2県が設置された。その中の布山県は、 経輪軍の中心地であり、現在の高生地湾族自治区気候市に否定されている。1976年、気候市においてラパクワに一号墓が発掘され、考古学の調査により、経輪軍の交換であると考えられている。孔子旧マの二軍が、現在のベトナム北部から、中部一帯に位置していた。下部行政区画としては、が知られているのみであり、 詳細は不明である。南越国内の民族の大部分は小越族に由来する土着居民であり、これ以外に中原からの数十万の移民が居住していた。小越族には南越、大越、洛越等の死刑に分かれていた。南越は関東東北部、中部及び江生東部一帯に、西王は江生西,西への中流地域及び桂合流域と、 ベトナムの地域に、ラクコ氏は、公正左項、右項流域及びベトナム項が三角州、奇襲西南部に居住していた。南越国は、新朝の南海、ゲ林、リン、増軍三軍を基礎として建国され、並びに、南越国の開国君主である、長託も新朝の南海軍上であったため、南越国の政治制度の大部分は、新朝の制度を踏襲した。後に、 官庁に帰属したことから官庁の政治制度も南越国の政治に大きな影響を与えた。南越国の行政制度は新朝の軍権制を踏襲しつつ同時に独立国として王校も封じ全艦の軍権制と文法制を並立させる軍国制と類似していた。軍権制では、長卓は新朝は設置した軍権のほとんどを継承し、 同時に統治をより強国にするため一部に軍権の新設を行っている。文法制では文献記録によれば総合王、西右王、交渉校などの名称が記録に残っている。南越国の職官制度は中央官制と地方官制に分類することができる。中央官制における行政体験は上昇に属し上昇を補佐する内踏み。 百官を監督する漁師、金軍を指揮する注意などが設置され、国内の重要案件を処理していた。この他支所に確認できる官名としては、老、中大部、章、左章、後位職官、刑地また例、私府、士官、画府、大官、居室、大クリア、クリア官、クリア進む、手の平後省内などが残されている。地方官制では仮守る軍、軍官、 死者、県令職夫などが記録に残されている。南越国は、その他の行政面でも、中原政権と類似しており、戸籍制度や記念制度を運用し、漢字と中原の土力校を用い、立大使制度も、ほぼ同様なものであったと考えられる。このことから、中原の先進的な制度が、南越国に移入され、この地における。 政治制度発展に寄与したとも言えよう。南越軍は旗が峰南を征服した時の50万の大軍が起源となっている。南越国が建国されると一部の小越族人がこの軍に参加し南越軍が形成されていった。南越国の軍事完成としては将軍を頂点に左将軍や高位等が設けられていた。最盛期の兵力は50万を超え、 不評、船兵、騎兵などに分類されていた。南越国の墳墓から出土した遺物から、当時の兵器を推察すると、兵器は青銅、または、鉄で制作されたが、鉄は貴重品であったようで青銅製のものが、主流であった。武器の種類としては剣、矛、矢尻が確認されている。南越国の民族政策は、新朝のものを踏襲し、調達も、 和州百越の民族政策を採用した。これは、漢族と古志族の間で相互に融合することを目標としたものである。旗が南越を平定し、また、南越国が建国されて間もない時期は、中原の漢人を主体に国家運営がなされていたが、時代が下るにつれ多くの越人が南越国の政権内に進出するようになった。その代表的な人物が、 上昇になった、両吉見、左将軍の軌道である。越人官僚による南越国の運営が開始されると、越人と南越国政権の一体感が向上した。また、南越国政権では、民族問題が複雑な地域には越人が派遣される、例が見られ、例えば、孔子軍分法された的にしよ王のように、越人による自治も容認していた。生活習慣では、 長多の指揮の下南越国政権の肝心は、越人の風俗習慣を重視するようになり、その結果関越間の痛恨が活発化し、王室でも、第五代南越王、長賢徳のように母親を越人とするケースも見られるようになった。これらの政策は、南越国政権の安定と、経済発展、文化交流面に大きく寄与した。南越国は、 紀元前196年に初めて官庁への帰属を表明した後、対抗と基準を繰り返し、紀元前111年に武帝により滅亡させられた。南越国が初めて官庁に帰属したのは、紀元前196年に皇祖に降り陸化が、南越国への使者として派遣され、長宅が皇祖の印酒を受けた時に開始し、 紀元前183年まで継続した。この時期は、相互の政治、経済交流が絶えることなく続き、両国にとって大きな利益をもたらし、また交易により中原は南越国の特産を獲得し、南越国も中原の鉄器や馬牛等を確保することができた。この活発な交流の中でも、両国は国境沿いに防御施設を建設し、 兵力を配置していた。南越国が初めて艦長と対抗する姿勢を見せたのは、紀元前183年に、旅合が南越国との交易を禁止したことに気にし、紀元前179年まで続いた。この時期、超託は艦長の支配を脱し、皇帝を称し、艦長の諸侯であった、調査国を攻撃するなど、対立姿勢を鮮明にした。 旅郷もまた、南越国に軍を派遣するなどを対抗し、交戦が発生している。この対立の中、南越軍は、官軍の南下を阻止することに成功し、古史や大古史、落古史は、南越国に帰属することとなった。やがて紀元前179年、文帝は陸下を再度死者として南越国に派遣し、 長太に対し帝合の廃止と官庁への基準を促したことで再び官庁に帰属するようになった。二度目の帰属期間は非常に長く南越王四代六十四年に及んだ。この時期の南越王は開国の長宅以外は比較的平井さよな君主が続いたこともあり官庁との関係は密接なものとなった。第二代南越王の長は 古氏が南越に侵攻した際には武帝へ、前後作を一任したことで、長太の時期に基準させた古氏が南越国から離れ、官庁の直接支配を受けるようになり南越国の中国南方での孤立が生まれた。紀元前112年、上昇である両吉美が反乱を起こし、第四代南越王、長京と聖母の旧大号、 艦長からの死者を殺害する事件が発生すると、再び艦長との対抗の時代へと突入し、結局艦長により滅亡されることとなった。この時期の艦長は最盛期を迎えており、北方で強度を駆逐し充実しており、反乱から2年足らずで武帝が派遣した、政党軍により滅ぼされてしまった。調査国は南越国の北側に位置し、劉邦が、 初代調査を呉を封じた際、南越国が実際に統治していた南海、経林、リゾウの三軍もに分布されたことに起因して、調査国と南越国は互いに対抗する関係となった。調査国は、官庁の諸行であり、官庁の南越国への政策と外交に従い、調査国の対南越国的政策が決定されており、自律的な外交は、ほとんどない。腰国は、 南越国の東側に位置し、新代には始皇帝により滅ぼされ、中軍が設置されると同時に、王の無諸は敗された。官が建国されると、無諸の武功を検証し、紀元前202年に越王として福井した。南越国と古国の関係は三段階に分類することができる。第一階段は、紀元前196年に、超宅は初めて。 干庁に帰属した時期であり、この時南越国と越国は等しく、干庁に基準しており、対等な関係であった。第二階段は、紀元前183年に、長太と干庁が対立した時代であり、官軍の難化を阻止した長太の名声が上がり、越国は南越国に親族するようになった。第三階段は、紀元前135年に、越王が、 南越国に出兵してから後であり、南越国王の朝は武帝へ出兵を要請し、平定したが、この時より、古志国は、艦長に直接するようになり、南越国との対等な関係を復活させた。艦所の西南移民族国家として、主要なものとしては、野郎、ブレン、区長を挙げることができる。その中でも野郎は、西南地域で最も広大な領域を有しており、 現在の奇襲、雲南及び、四川南部一帯を支配していた。紀元前183年、長卓が、漢の攻撃を撃退すると、野郎は支配下の西南に民族国家をまとめて、南越国に基準し、その関係は、南越国の滅亡まで継続した。しかしこの貴族関係は極めて緩いものであり、直接に、南越国の支配権が及ぶものではなかった。 戦国時代には、峰南地区は、水稲栽培等の農耕活動が行われていたが、当時は、石器や、製銅器の農具を用いた簡単なものであり、鉄製農具を使用するようになっていた、中原地区と比較して生産性は劣っていた。真の始皇帝が、峰南を征服した後、五十万の大軍を、峰南に駐留させるとともに、中原から大量の移民を入植させ、 これらの移民により、中原の鉄製農具と先進的な農業技術が移入され、峰々の農業生産水準を引き上げた。南越国が建国されると、新軍少量であり、開国の君主となった、長多区は、農業の発展に重点を置き、中原に先進な農業生産技術の向上を、図るとともに、調査国との国境に死を立て、 調査国を通じて、中原の鉄製農具や馬、牛、羊などの家畜の輸入を図った。一時期旅行による南越国の経済封鎖により、交易が途絶えたことがあったが、旅行の死去ともに交易は回復し、その経済交流は南越国滅亡まで続いた。南越国の墳墓の中から出土した、鉄製農具の中で主要なものは隙、核、斧、手産。 水、木下げ刀、おもり、のみ等が確認されている。月は常用の農具であり、農耕時に雑草を除去し、土を掘り返すのに使用した。核は土を深く掘るための農具であり、荒れ地を開墾したり、農作物の株根を掘り返すのに使用していた。この外、農作物を収穫する際に使用した釜、木を切り倒すのに使用した斧など。 数々の鉄製の道具を導入したことで、南越国の農業は飛躍的な発展を遂げた。しかし、南越国では鉄資源が乏しかったことに加え、加工技術も未熟であったため、鉄製の道具は中原からの輸入に頼らざるを得ず、このため国内での鉄製農具の普及は簡慢であり、都の城と群県の中心地とその周辺に限定して普及しているに過ぎず、地方では、 石器、青銅器の使用が主流であった。南越応募から出土したい物から主要穀物として、水筒、木々、泡、縮、舞、芋、麻などがあり、聖火では柑橘、桃、梨、霊子、カンランカラスラン、ヒトメンツ、天下、木工、キュウリ、ホーロー、京、ファーチュウメ、梅、山桃、山草などが確認されている。その中で、水筒は、 越人の主食であり、また峰南地区は高温タウの気象条件であり、水稲栽培に適していたことから、南越国全土で栽培されていた作物である。霊子は、峰南地区の特産の果物であり、全館の龍が表した、西京雑記には、長卓が霊子を流宝へ進行した記録がある。また、奮母からは少なからず主気が出土しており、当時の南越国では、 手造技術が発達していたことを示している。また豚、牛、羊、鳥なども、糞母から出土しており、それ以外に野生動物として乃木花鈴芽、竹ネズミなども出土している。乃木花スズメは、現在の関東でも好んで食べられている。この漁業も盛んであり、海水及び、淡水の魚介類も大量に出土している。銅板考古学の発掘の成果により、 峰南地区では遅く、地も、春秋時代に、すでに青銅器が使用され、原始的な青銅鋳造技術が存在していたことが、明らかになっている。しかし当時において、青銅器の使用は、一般的なものでなく、旗始皇帝が、峰南と、長拓が建国した、南越国を統一し、中原より、青銅器の鋳造技術がもったらされた後に発展、使用する。 青銅機の種類と数量が飛躍的に増大した。南越応募とラパクワン一号墓からは、それぞれ500件と200件を超える青銅機が出土している。これらの青銅機は一部の兵器と日用生活品以外、ほとんどが南越国で鋳造されたものであり、曲がり、腰式銅かない、ひさげ刀、香炉、鼓、壺などの種類が確認されている。 峰南地区の鉄器は始皇帝による統一後に大量に出現している。南越国の時代、鉄器を使用することは一般的なものであったと考えられ、南越応募からは246件の農具、工具、武器など多様な鉄器が出土している。しかし、南越国での鉄資源は非常に限定されたものであり、その材料は中原からの輸入に拠するか、 あるいは鉄製品の再利用によったものと考えられている。南越応募より出土した、小番高速配南越国の墳墓副葬品として、最も多く出土しているものが陶器である。南越応募より991件が出土し、日常生活で実際に使用されたものの他に、副葬品としての名器、レンガや瓦なども出土している。これらの陶器は、 南越国で製造されたものであり、独特な様式は、機械門島器と称されている。また、南越国では、玉器の製造が非常に発達しており、南越王墓からは244件が出土している。これら玉器は、儀礼用、埋葬用、装飾用などに分類され、多様な様式のものが様々な用途に使用されていた。特に有名な出土品としては、糸糸玉衣。 青白玉角杯、小板高速杯、玉壁、竜子並び体玉体針、竜門銃管玉杯などがある。これらは、南越国内で加工されていたものと考えられ、その原料は、自国産のもの以外に、その多くを、国外からの輸入に頼っていた。蒸気手工業以外、南越国には、金銀加工、宝石、漆細工などの手工業が発達していた。 それらは、南越応募より出土した、文帝行自流紐金民安子紀中金民古東金ハリク組玉流、金帯張りなどにより当時の技術を伺い知ることが、できる。新朝以前、峰南地区は、物々交換の原始的な経済状態であり、貨幣経済は導入されていなかった。新による南統一後は中原より大量の、商人がこの地に到来し、 中原での交易方式をもたらし、これにより次第に貨幣経済が浸透して行った。南越国建国後、歴代の国王は近隣地域及び中原との交易を盛んに行い、紀元前196年に南越国と官庁の通行開始されると、長宅は南越国と調査国の境界に赤紙を設置し、中原より撤器。 製銅機などの交易を通して、先進的な技術の導入を行うと同時に、中原に大使玉石や産後、別光、ライチなどの特産品を輸出していた。当時南越国で使用されていた貨幣はすべて、中原より輸入されたものであり、南越国独自の貨幣は鋳造されていない。当時流通していた、主要貨幣は旗から関代にかけて流通した、半量船であった。 これら陸上での交易以外、南越国では海上交易も相当に発達していた。現在の甲州市中山市祖寺の畑館台の造船工場遺跡が発掘され、調査によれば、バングでは河川及び沿岸航海を行える造船能力を有していたことが判明している。当時の南越国は中国と東南アジア、さらには南アジア諸国と造下屋。 入港などの交易を行い、後に、これらの航路は、海のシルクロードと称されるようになった。南越国では中原より移住した数十枚の、肝心が古漢語を用いた以外、南越、西、王、楽越等の住民の大部分は古越語を話したと、考えられている。現在中国東部及び東南アジアに分布する対課題語族は古越語の公営と考えられており、 現在の関東語の姿を用いていたと推測されている。また文字に関しては中原からの移民がもたらした漢字を使用していた。南越応募と高生らパクアン1号募からは霊障を刻印した印象や銅器、銀器や陶器などが出土している。高生で出土した銅古南越国の墳墓からは多くの楽器が出土しており、当時音楽舞踊が発達していたことが伺える。 打楽器としては金、形、曲がり、尿、銅子などが、譲る楽器としては琴、質などが、水槽楽器としては笛などの種類が確認されている。特色のある楽器としては、銅子があり、楽器として用いられる以外に有力者の権力及び、財産の象徴とされ、この地区では数多く出土している。また、南越国の墓僧から出土したいの中の多くに、 南越舞踊の様子を描いたものがあり、考察によれば、古紙舞と、寒舞の両主が存在しており、古紙舞を描いた遺物が多く、小詐欺舞、羽、舞、竹舞、足竹舞などがあり、寒舞は、長袖舞の一種類が確認されている。後世は、裏剣持ち牛、01号墓より出土した飛難式道や、これは、飛難家屋の模型であり舞。 寒中後期の墳母からの出土である南越国的南越、西、王、落古市の住民は、独当の風俗習慣を有していた。中原漢人の有した身体発布は、父母より受け継いだものという観念と異なり、南越では頭髪を短くし、各種の入れ墨を施す風俗であった。また、南越国は海に面していたことから漁業が発達し、 魚介類を好んで食したことが、銅庫上に描かれた装飾から伺い知ることができる。当時の住居は、スキョト観覧が主体であった。スキョトは、樹木の上に小屋をかけたものであり、ヒランとは、多くの柱で建物を支える様式の家屋の習慣があった。南越王墓の中からは15体の殉葬者が発見されており、南越王の蝶の蝶飛と近似であり、 多くは頭部を殴打された後が認められる。両首に関しては出土した異物に戦闘で捕獲した、捕虜の首を切り落とし腰に吊り下げている描写から推測されるものである。ラパクワン一号墓より出土した玉形、道坪南越国の遺跡は中国関東高生地区に分布しており、その中でも都の城が位置していた甲州市での分布が最も多い。現在杭州市では、 南越国旧所遺跡、南越文王母、南越国期構え水孔遺跡、連月山古斎石場の4カ所が国務院から全国重点文物保護単位に指定されている。この外現在までに250カ所の南越国の墳墓が発掘されている。公州市以外では、南尾的横浦関、日山的王、山関、楽章の長卓場、人家の新城などが、 関東で発掘されている。後世では黄港、君名と、画集、平楽、合歩、青霧州琉州等で墳墓が発掘され、その中でも重要な遺跡として、気候詩ラパクワン1、2号墳墓画州根州1号墳墓などが挙げられる。ラパクワン1号墓より出土した、同飛下げ島南越国旧所遺跡は、南越国王宮の遺構であり、関東省甲州市、 都市周区に位置し、遺跡面積は15万平方メートル。五花園遺跡と、宮殿遺跡などを含む全体の故障である。五花園遺跡は1995年に発見され、片池、湾月地、極巨、平橋、布石等の宮殿庭園の遺構が出土し、1996年11月20日に、全国重点分物保護単位に指定されている。 2006年6月11日、南越国旧書遺跡のうち、整備が完了した3000平方メートルが一般公開され、1000件を超える出土品が陳列されている。南越文王募は、南越国第二大王の長の領母であり、一般に南越王募と称される。1983年に、広東省甲州市、古市修区造岡山で、 墓道及び石室が発見された。副葬品として1000件を超える遺物が発掘されており、銅器が504、玉器が244、鉄器が246件、この外近器、銀器、陶器なども発掘され、特に糸糸玉糸、文帝行事の記念などが非常に価値の高い遺物として注目されている。両母には15名の純奏者が確認されている。 1988年2月8日、両母後に、西館南越大博物館が開設され、1996年11月20日には、全国重点分物保護単位に指定されている。ラパクワン1号母は、厚生地湾族自治区気候市ラパクワン近郊から1976年に、発見された。大型の縦穴角母と、 墓道南側のシャバ港により構成され、角室の下からは、巡走港と寄物港などが発見された。出土遺物は1000件以上、7名の巡走者も確認され、南越国経輪軍の高級管理の領母と推定され家いえる。ラパクワン二号母は1979年に発見され、墓道を伏す大型木格母であるが、洞窟被害に遭っており、 出土遺物は123件、それ以外に、巡走者1名も確認されている。こちらは、南越国王公一級管理の配偶者の寮母と、推定されている。1983年6月関東省、甲州市蔵、岡山で、長古の墓が発見され、青銅霊器、楽器、兵器、生産用具、玉器、金、銀器、造下、漆器。 絹織物などの副装品1 0 0点余りが出土した。さらに文王及び巡視者の意外とともに、文王の印象と見られる金も発見された。西館南越王墓と呼ばれる。なお、長多の墓はまだ発見されていない。芝千、四季巻113南越列伝、西館。半個、女牧巻95西南恵比寿両越朝鮮伝、山和の綾。長坂 公病省南越国史、長坂良、官長地理南越国模式元無限、南越国史跡県内会論文選集竜里氏、会官定論、十、文定行事未官古史関係、南越国史跡県内会論文選集劉水、南越国悲観の諸公国論、南越国史跡県内会論文選集再不文軍受講後発言未南越国在例 南地区開発方面的歴史地位、南越国史跡県内海論文選集。法年、中国古代海洋文化的戦区、十南越国遺跡未南越文化及びその歴史地位、南越国史跡県内海論文選集。アイビーサム、小帝、ゆ、厚生官母的発掘与南越国史的研究、南越国史跡県内海論文選集に花。 南越国遺跡新報世界文化遺産的化行政研究南越国史跡ケムチ海論文選集、ありがとうございます。